修学旅行生の記念撮影記念写真とは人が何が主かの事柄を記念し撮影する写真。被写体は人物であるのが一般的。英語圏では記念に写真を撮るのは当然として特別に記念写真を意味する言葉が一般的に用意されてはおらず写真を意味するフォトやピクチャーを用いる。ただし、ことさら記念写真を強調する公式の場合は コメモレーティブフォト、ピクチャーでも通じる。人が出産、生誕周年、753、入園、入学式、卒業式、結婚式、成人式、画呪など、人生の節目において、晴れの場である式典の様子や、家族などと共にいる様子を、カメラで撮影し写真として記録することは、カメラの存在が社会で、一般的になった近代に至り世界中で、 一般的に行われている習慣である。こうした機会に撮られた写真を言う。あるいは、旅先や観光地など日常以外の機会にその行為や、撮影場所を訪れた記念を記録するために撮られた写真も、一般には記念写真と呼ばれる。その他、家族、夫婦、恋人などが彼らにしか意味のない何らかの意味を込めて撮る写真もそう呼ばれることがある。これらは、 他人から見れば何の変哲もない写真と受け取られることも多い。中には夫婦、恋人などが彼らだけの秘密の写真として公開を前提としないヌード写真などを撮ることがデジタルカメラの普及により別段珍しいことではなくなった。写真の例明期にはその撮影のほとんどが写真館や職業カメラマンによって行われたが、 カメラの普及により近年は個人により撮影されることが多くなった。国際会議終了後の記念写真における各国首脳の立ち位置は議長国の首脳が中央を占めること、首相よりも大統領が内側に位置すること、在任期間の長い首脳が内側に位置することといったルールに基づき決まる。もっとも議長国が大まかの順番を決めたり、 各国首脳間で譲り合うこともあるため厳密さはない。ありがとうございます。